んにちは、PP です。ということで、前回、この水路まで来たんですが、水路の中で結構迷ってる状況なんですよね。まあ、気長にやりましょう。あ、そっか、一回ジャンプして。さて、どこをどう行けばゴールできるのかが全くわかんないし、このなんかジャンプで乗れる場所かどうかっていうのもね、ちょっとわかりづらいんですよね。一個段が下がってるところしか行けないんだよね。水路は奥まで続いて。で、こういうこう、色が違う段にしか乗れないんだよね。こっちを出てくると、じゃあお前を倒す。敵をちょっとまあ全滅させていこう。聖水。こっから今出てきたんだよね。で、これ裏とかは通れない。こっちはいけない。こっちは、じゃあお前も倒しよう。はいはい、なるほどね。こいつ生きてるってことは、あ、ここ行ってなかった。よいしょよいしょよいしょ。テレサを避けて、えい、どこかで水の抜ける音が聞こえる。じゃああそこの水路の下のやつ行けるじゃん。あ、待てよ、あれあそこなんかあるけど、あ、ちょっとテレサと当たった。あそこ左上なんかあったね、今ね。左上にはおそらく行けないし、真ん中のバネに乗っちゃうと地上に戻っちゃうから、これを行って、水が抜けたんだろ。おお、ピチピチ跳ねてる。話が変わってきたな。はい、ということで、ここの水が抜けたので、よいしょ、いけるぞと。そうすると、あ、なるほど、まずはこいつ、はい、 HP が回復した、セーブができます。キノケロ水路でセーブして、はい、テレサと戦う。シビアなタイミングをどっかで見つけます、必ず。で、この土管に入る。来たぞ。こいつ絶対なんかだろ絶対なんかだよね。これでなんかじゃなかったらすごい。まあ、ボスでしょうね。回復しときますかね。あ、でもそうか。あれがないんだ。あのね、HP 回復するやつがね。あ、聖水って幽霊を1コロで倒せるのか。まあ、使ってもよかった。えい、こいつがベローム、おじいちゃんが出てきたら大変って言ってたやつら。あれ、まあ、お前たちは何しに来たんだ、食べちゃおうかな。さあ、ベロームとの戦い。もうここはスーパージャンプの使いどころですね。連続ジャンプで攻撃ができる。よっ、よっ、57。一回何考えてるの使ってみますか何考えてるの。ダカ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 ダダン。443、HP は443ってことですね。なんだな、白くてふかふかして可愛いんだな、気に入ったんだな、舐めちゃうんだな。あー、マロが攻撃されるわけね。いやー、いいよ、俺はこのスーパージャンプで。お、こんなにできるの、すげえ。じゃあマロはハニーシロップを使ってフラワーをどんどん回復して、よし、マリオのスーパージャンプタイミングであんなに、ほい。あ、でもピロリロリまで行ったもんね、さっきね。うまくやればまだまだできる。ハニーシロップを使ってフラワーを回復して、なんだな、チュンチュン鳴くスズメが嫌いなんだな、カカシになってほしいんだな。カカシスモック来ちゃった。カカシってここで来んのかい。なんだこれは、カカシだ。カカシはどういう状況。スーパージャンプしてみる。117。カカシがどういう状況なのかわかんないけど、まあなんとかなった。ハニーシロップで回復。当たりが出たのでもう一個。
もう我慢できないんだな。いただきます。どうなっちゃう。マロ、あー、マロこれはすごい、これはえげつない。今18しかないから、フラワーが18しかない。あと2回スーパージャンプができる。いくぞ。87、ミスった。もう一回スーパージャンプする。あー、下手くそ。あ、マロが飛び出した。あー、びっくりした。よし、マロはここはもう一回ハニーシロップを使おう。よし、それでカカシスモック。もう一回カカシになってるからね。カカシであることは怖くない。カカシが延長されただけだ。カカシになってもスーパージャンプができることを俺は知ってるんだ。よっ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 。んー、なんだな、最初に言うの忘れてたんだな。オイラがどいたら水が溢れるんだな。ベロベロバハハイなんだな。お、倒せた。はい、水が溢れるってなんだ。まあ、カカシからも戻りました。はい、なんだベロームのやつ、水が出てくるなんて言ってたけど空っぽじゃないですか。あれ、なんだこの音。ただ大変です。これは水が流れてくる音ですよ。早くあのスイッチを元に戻さないと。あー、これはちょっと壮大な映像、壮大な映像が流れてきた。マリオワイン川下りにようこそ。すごいな、このメタ的な世界。説明を聞きますか。さすがに聞くわ。これはまずは滝コースからスタートです。十字ボタンでうまく左右に動いてコインを集めてください。ああ、そういうこと。ミニゲーム的な。はいはいはい。 B ボタンを何度か押すと少し上に上がれます。ああ、泳げるみたいなね。滝の途中にはいくつか穴が開いていますが、何が起こるかは入ってからのお楽しみ。入った方がいいんかな、ダメなのか。それではスタートします。はいはい。ああ、これまあ意外と泳げる。あ、これカエルコインかな、緑の。はいはい、まあまあまあ言うて。ああ、穴入った。あ、これなんかオープニングにあったやつだ。すごい、イッツアスモールワールドみたいじゃん。イッツアスモールワールド的な要素が。ああ、そういうこと、ワープ的な。そしてジャンプ台に乗ってジャンプして戻ってきました。何の世界これ、どういうこと。ああ、二股に分かれてるね。なんかどっち。あ、これカエルコインだったからラッキーだね。ああ、穴に入りましたね。はい、イッツアスモールワールド世界中。まあ、なんかディズニーランド行くとなんだかんだイッツアスモールワールド乗っちゃうよね。並びの時間が少なくてちょっと座ってられるみたいなのとか、あとあのシンドバッドとか乗っちゃうよね。信じてコンパスオブヨーハート。あ、なんか得た、なんかを得れることもあるんだね。ワープしてきてからのジャンプ、戻ってコインが出てこない。こ、あー、そっか、かなり上にはいけないんだね。やっぱある一定の、あ、なんかもう終わりそう。でも最初滝コースとか言ってたよな。いや、なんだこっちコイン全然ないじゃん。変なとこ入ったかな。あ、また穴だ。何かがあり得る。穴入って、何これ、もう世界観が分かんない。もうフラワーは大丈夫なんだよな。あ、フラワーってでもなんかあれか、最大値が、あー、コインももらえてんのかな、これ。最大値が上がるんだよね。あ、上にまた戻れる可能性がある。はい、落ちてきて、あ、なんか終わりっぽい。ワイン川。あー、次は何、次はいよいよワイン川コースで、あ、さあ、今のが滝コースだからね。ワイン川コースです。説明、さすがに聞きます、これは。ここではタイミングよくジャンプしてコインを集めてください。あー、そういうことね。次の樽が見えてきたらぶつかる前にジャンプします。うまくいけば飛び乗れます。いや、そんなん言われてもできるかな。あ、これはできなかった。そのままジャンプしないで次の樽にぶつかるとコースが変わります。あ、これわざとぶつかるのもあるな、これ。それではスタートします。絶対途中でわざとぶつかる。コースの途中で魚が出てきたら飛び越えてください。ぶつかるとコインを落としてしまいます。いや、損するパターンもあるかい。早っ。早い早い。早い早い。結構早い。あー、全部取れないな。連打してても。
あ、ぶつかった方が良かったやつか。こりゃむずい。ぶつかるか。ぶつかんない方が良かったやつだ。あ、これぶつかった方が良かったやつだ。じゃあ次はぶつかんない方がいいんだ、きっと。あ、ぶつかった方が良かったやつだ。わかんない、これ。ちょっと、これはぶつかる。ぶつかった方がいいでしょ。どっちならぶつかんない方が良かった。もうむずい。これ先は読めないよね。ぶつかんなくて良かった。ジャンプを頑張れば取れるな、4つ。次は絶対ぶつかった方がいいはずだ。あー、違った。あー、裏かかれた。次はぶつかる。あー、微妙。あー、魚ジャンプ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 、魚はジャンプ。コイン落としたから。よいしょ。あー、オッケーオッケーオッケー。いい子さ、魚は。あー、すごいすごい数落とした。めっちゃ嫌なんだけど。あー、魚が怖い。むしろ魚が怖い。魚を避けたい。いや、これ4回のジャンプ間に合わないときあるな。結構、序盤を早く出さないと。だからどういう世界観。よいしょ。あ、こんにちは。あなたの取ったコイン34枚。ワインが分けられて取ったコインはカエルコインと交換だよ。へぇ。初めて来た人には特別サービス。1回目だけはコイン60枚でカエルコイン1枚と交換するよ。すごいレートになってんな。あ、そうそう。カエルコインっていうのは緑色のコインのことだよ。詳しいことはケロケロコで聞いてね。34枚。ちょっと足りないみたいだから、これ預かっておくよ。またやってみてね。バイバイ。なるほどね。そうそう、これ流れてきたの拾ったからあげるよ。のこのこコーラをもらった。あ、これ防具かな。なんだろう、のこのこコーラ、装備できそう。あ、武器か。武器かな。のこのこコーラ、蹴飛ばして敵を攻撃します。なるほど。はいはい、いいと思います。よいしょ。セーブしましょ。で、君は何なんだい。このトランポリンに乗ればもう一度ワインガー下りができるよ。料金当たったの30コイン。30は間違った。コスパが悪いな。なるほどね。まあ、また来れるんかな。ちょっと今はやめとこう。わかった。また今度ね。バイバイ。フレンドリーなんだよな、会話が基本的に。さてと、ケロケロコ。はい。マロの、まあ、実家というかね。地元ですわ。おじいちゃんいるかな。ここに乗るんかな。あ、出た。オープニングで見たオタマジャクシのやつ。はい、どちら様ですか。あ、マロ、知り合いだ。お前噂になってるぞ。スーパーなマリオさんと一緒にベロモンやっつけたとか。もう噂になってんの。マリオさん、ケロケロコには世界中の噂が風に乗って集まってくるんです。だからおじいちゃんはここにいながらにしていろんなことを知ってるんですよ。なるほどね。長老キャラみたいな。わお、あなたがスーパーなマリオさん。みんな噂の人が来たぞ。いや、いっぱいいる。本物だ。でもあんまり強くなさそうだね。一回ちょっと舐められんだよな、マリオはなぜか。噂ではカエルよりすごいジャンプができるんだって、本当かな。まあ、マロはなんかジャンプ苦手なんだもんね。あ、見せろってことね。それい。どうですか。はい、やった。カエル仙人。いやいやいや、何やら楽しそうね。おじいちゃん、困ってたところをマリオさんに助けてもらったんだ。ふふふ、もう全部知っとるよ。さっきの大雨はやっぱりマロか。こくり？いたったったった。もっと優しく持ち上げんかい。わしも仙人らしくふわふわ飛んでみたいんじゃ。どこどこどこ。来た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 。誰が持ち上げてんの？ジュゲームが持ち上げてる的なこと？いらっしゃい。チミガンマリオちゃんだね。わしカエル仙人。わしんところにいろいろ聞きに来たんじゃろ。チミはなかなか賢い。困った時にはわしのような物知りじいさんがアドバイス。これお約束なのよね。あ、やっぱジュゲームだ。玄関で立ち話もなんだからわしの家に来なさい。話はそれからね。バックオーライ。これ玄関だったのね。これお前たち、マリオちゃんに道に作んなさい。はいはいはい。ちょっと一瞬こう、こっちに何があるかとか気になっちゃうよね。いらっしゃいませ。カエルコイン交換所でございます。あなた初めてね、緑色のコインを見つけた。それがカエルコイン。たくさん集めてケロケロコオリジナルグッズと交換しましょう。なるほどね。カエルコインにを持って、あーやべやべ、買っちゃった。あー、そういうことか。持ってる数で、このアイテムを持ってる数ってことか。で、俺は今カエルコインを1個しか持ってないくなっちゃったのね。強くなる、硬くなる。なるほど。はいはいはい。あー、こういう補助系のやつと眠り玉、敵全体を眠らせる。まあこれはなんか、まあ1個試しに買ってみたけど。そしてこの子は
なんか喋る？ドリンク屋です。うちは会員制のお店です。キノコフスキー先生なんかたまにいらっしゃいますね。メンバーズカードがない人はこのメニューで我慢してね。お玉ドリンク。全員の HP を30回復。まあ、1個くらい買っとくか。まあ今 HP 回復系のものをね、買い損ねてたのでね。そしてこっちには何がある？何もない？あ、なんか来んの早かったかも。よいしょ。はっきり言うぜ。俺はよ、音楽家になりてんだよ。俺の目標はよ、やっぱりキノコフスキー大先生。あ、キノコフスキーっていうのはそのチャイコフスキー的な音楽の先生なのね。憧れちゃうんだよな。俺最近のお気に入りソングはよ、やっぱあれだよ。カエル仙人様のカラオケ18番、空見どれどれだな。キノコフスキー先生も気に入るはずさ。空見れどれどれか。これはね、クイズしてる人とかはもうパッと気づいちゃいますけど、全部ドレミファソラシで言えますからね。空見れどれどれは。なのでこいつはこういずれ出てきますよ、何かで。メロディーベイ。いやー、ちょっとこれ先に来るべきじゃなかったかもしれない。ジャンプしてオタマジャクシーに乗ると可愛い音がします。メロディーを作ってみましょう。はいはいはい。ああ、そういうこと。はいはいはい。これキノコスキーさんじゃない？今聞こえたのは君のメロディーかい？私が今考えてるメロディーは全然違う。あ、セーブしよう。これ空見れどれどれにしたらいいんじゃない？ねえ、そんな気はするぞ。で、どれがそうよ？どれがそう？五線譜の動きとしてはおかしいからな。ドレミファソラシかな？ドレミファソソ。ちょっと待って。飛んでるのにダメな時がある。ちょっと待ってください。行け。今聞こえたのは君のメロディー理解。お願いします。いやいや違うんかい。空見れどれどれになってたよね今ね。なんだったんだよー。違ったー。空見れどれどれって言ったよね、あなたね。空見れどれどれ。うん、でもできてたはずだ。じゃあちょっと違うんかもしれない。また後でねー。よいしょ、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 よいしょー。寄り道してすいませんでした。ほいほい、さあ上がんなさい。さてさて、クッパちゃんのお城にやってきたあの火事王とやらなかなか手強そうね。あんな怖い顔が刺さってたらば、マリオちゃんとしては早いとこピーチちゃんを助けに行きたいね。ところが、ここで意外な事実。すでにピーチちゃんはクッパ城にいないのよ。マジで？どういうこと？本当に何でも知ってんなら噂が来るから。おたまじゃくし通りまして、え？よしよし、では説明してあげちゃおう。落ち着きなさいな。チミがクッパちゃんを追っかけてクッパ城に入っていたその時、ふとお空を見ると流れ星が7つ落ちてくるでないの。綺麗だなと思った途端、あのビッグな剣がクッパ城をめがけて、ぐさっと命中。あのショックでマリオちゃんだけでなくピーチちゃんもそしてクッパちゃんもぶっ飛んだ。そして今頃どこかで迷子になってるらしいのよ。しかし、ピーチちゃんも心配じゃが、あの火事を追い出す方法も早いとこ考えなきゃいかん。なぜならあいつったら次々に子分たちを送り出しているようなのね。チミたちがキノコ城でやっつけたケンゾールもその一人じゃろう。その先、この先、まだまだ手強いのがおるぞ。ソーラおじいちゃん、キノコ城で星を見つけたよ。あれが不思議な流れ星？いやいや、もう見つけたんかいな。わし思うに今回の冒険、その星が非常に大事じゃねえ。大事なものより大事じゃろう。
流れ星には願いを叶える力があるとわしは信じておる。さて長い話最後までよく聞いたね。もう一回まとめちゃう？まあ大丈夫。そうかい、分かってもらえてわしも嬉しいのね。ケンゾールみたいなやつがまだ他にもいるなんて。マリオさんも大変ですね。今度はいつものクッパが相手じゃなさそうだし。なんじゃマロ、まるで他人事みたいだね。マロもマリオちゃんと一緒に冒険に出るのよ。これからすぐにじゃ。何言ってんのおじいちゃんってば。僕はごく平凡なただのカエルだよ。マリオさんみたいな冒険は。マロや、今まで黙っておったけど、お、ちょっと、何かが来る。実はお前は、カエルじゃないのよ。でも、まあちょっとね、見た目はカエルじゃなかったもんね。え、カエルなのって思ったもん、確かに。あれ、こんな設定だったのか。もうちょっと、全オタマジャクシとジュゲームが驚いてんじゃん。まあ、見た目カエルじゃないもんね。ある日のことじゃった。わしがいつものようにここでおやつを食べていると、滝の方から何やらふかふかしたものが流れてきた。それは一人の赤ん坊じゃった。パパもママもお家もわからない。わかったのはベルトに書いてあるマロという名前だけ。そんなかわいそうなふかふかちゃんをわしは孫のように育てた。稽古をつけてやるとわしの知らない魔法までものにした。わしは思った。この子は伊達にふかふかしておらん。きっとどこかわしの知らないところからやってきた子じゃ。おじいちゃん、僕は、あ、泣いてる。あー。マロ、泣くでない。今は泣くときと違う。マリオちゃんと一緒に冒険に出るのよ。そして、本当の家を探して、本当のパパと本当のママにふかふかしてもらうんじゃ。マリオちゃん、この子の魔法はきっと役に立つはずじゃ。仲間にしてもらえるよね。おう、もう、はい、いいえもないよね、ここに関しては。もう当然仲間にするよ。おじいちゃん、もう泣かない。僕はカエルじゃないんだよね。マリオさんと一緒に行くよ。決まりじゃ、頑張ってくるのよ。まずは、この先のローズタウンが大変困っておる。すぐに行ってあげなさい。おじいちゃん、寂しいもんじゃ。おやつでも食べて気分を変えたいの。おやつ好きなんだね。空見れどれどれって書いたっけどなぁ。さあ、ということで、ここまで魔法でマリオを助けてくれていたマロが実はカエルではないということが分かりました。これからマロは本当の家族を探しに出る旅なんですね。エンディングで家族に会うんかな？もう全く覚えてないです。25年も経つと本当に記憶なくなるんやな。どうなるか全く分かりませんが、マロの気持ちを思うとね、泣きたくなる気持ちも分かるよな。次回。それでは、空見るどれどれも気になるけど、まずは冒険を続けましょう。それでは次回お会いするときまで、See you!